はい、それではね、次は、魔王チャレンジの竜王討伐、それでね、ウェイト縛りがね140ということで、ちょっとドレム私ね先ほども言ったんですけど持ってなくて、ドレムサンドしたいところなんですけどね、まあ攻撃力アップのソードイドを連れてきてですね、でそれでやっていこうと思います。まあ攻撃力アップね物理で、いってるとこですね。まあなんとか、チャレンジ1ぐらいだったらね、こんな感じでいけるかなと。ウェイト140縛りがあって全体でね140なんで大体100ちょっとで抑えるようなパーティーですね。 SS が使えて2匹かな。うん、まあまあこのね、チャレンジ1はね、まあ周りに誰もいないんでね、今回の人型のね、竜王の時はまあ周りにいないと、徐々に増えてくるんでね、そこが大変だったりするんですけどね。はい、では、こいつはね結構いい動きするんですよ、この魔法上げるできるね、こいつがね今回ねこのチャレンジ1の時はね、チャレンジ1ってチャレンジ1年生みたいな、竜王チャレンジのね1回目はね、まあバイキルトを覚えてないんですけど、この後ね、新生の卵っていうか、なんだっけあれ、特技転生か、あれやってきたんで2個はね大丈夫ですね。はい、じゃあ、まあ最初はね、まあ140縛りっていうのはあるんですけど、まあこれね推奨が確かレベル80か85ぐらいだったんで、まあ中級者ぐらいでだったらいけるかなと。まあある程度ね全部80レベル80とか、まあちょっと重ねてね星つけてっていうぐらいでもいけると思いますね。まあ竜王のこの攻撃パターンもね、あ今回は食いちぎりを覚えてるんだ。先ほどのやつはねベギラーマーだけとかだったんですけどね。はい、ではこの攻撃パターンもね下の方載せときますんで、竜王のねまあよかったら参考にしてください。はい、じゃあまあこの辺ははやぶさやったりね、僕ねちょっと物理でねいまいちちょっとパッとしないんですけど、まあこんな感じで、まあこいつは魔法アゲルやったりね、あとはそのバイキルト後で覚えるんで、この結構キーパーソンになるんですよね。ドレアムが MP 尽きちゃうんで、それ以降が結構役立つんですよね。あとこいつね、ウルスラーですね。ウルスラーね、ほんとウェイトが低いんで、あと10だとかいう時にね、あと10とか、10ちょっとのウェイトの隙間にね、ちょっとスッと入ってくれるんで、スライム的にね。いや、ほんと助かってますね。あとはまあ、ソードイドは SS で結構ウェイト使っちゃうんですけど、まあ、攻撃力も、ね、物理で行くにはまあ、割とね、相手が斬撃対策とかしなくてはこのターンがきついんで、灼熱ハゲオタの後に灼熱が来たんで、でこれでドレアムが止まっちゃうんですけどね。まあね先ほど言いましたけど、下の方に書いておきますんでね、パターン4ターン目かな、何が来るかとかね、その辺で防御とかうまく前張り、とかうまく重ねるとね、やっぱもうちょっと上行くと2以降はないかな。今ねチャレン魔王チャレンジ1なんですけど、3ぐらいまでだったらいけるんですけどね、4、5になるとマインドバリアとかマジックバリアとか、その辺ね動き見ながら次は何ターン目だからやると、それをね分かった上でやらないといけませんからね。はい、失礼します。